はい、渡辺義です。今回はね、クラシック武器 M1 を使ってボット相手に対戦してみたのプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これあの M1 の方ね、あの解説の方は撮ったんだけど、ね、ちょっとあの解説&ボット、いつもはねボット相手に対戦してみたのプレイ実況を撮るんだけど、このちょっと忘れちゃっててね、解説の方だけしか撮ってなかったんでね、ちょっとあのボット相手にこの M1 使ってやプレイしてる、プレイ実況動画も録画してアップしてる、ちょっと勘違いしてね、ちょっ と YouTube のちょっと確認してみたら、ちょっとまだこれボット、この M1 でボットのプレイ実況動画撮ってなかったみたいで、アップしてないんでね、ちょっと今回今から撮ってるんだけどね。で、今回コンバット、これね、M1、今回も4試合撮ろうかなと思ってね、まあ、斎藤、リフレックス、トロイ、VMC、イエローを使っていくんでね、で、アタッチメントも若干変更しながらやっていこうかなと思ってね、パークはデクスタリティ、ハードラインね、これあの、リロードができないんで、これはアサルトライフルと勘違いしててね、これあの、スナイパーライフルになってるんでね、これね。最初あの迷彩もつけずにねやるんでね、で2試合目から迷彩つけていくんだけど、アクセサリーも最初これデモンスカル、これもまだマックスになってないんだけど、これあのカスタムゲームの場合はね、あの全てアンロックされてるんでね、こうやって迷彩の方が。でコンバットリーグ、とりあえずウォーファイターでペイロード黒、長弾を連射可能なショットガン、エイムでダメージを集中できるというね、トレイとソナー、キル及びアシスト時に敵の位置からソナーを発するということで、でスコアストリック構成も変わらずに、スカラブ、ドローンパッケージ、バルチャーでね、でボットセットアップ、ボットの数11人で、ボットの強さミックスで、ゲームルールはゲームモードはフリーフォールで、マップはDLC 第1弾のね、サボタージュのルネッサンスでまずやってみようかなと思ってます。2試合、次はドミニオンも取ろうかなと思っててね、今回フリーフォールでマップはルネッサンスになります。これリロードできないんでね、あの BO3 の MX ガラナと同じ仕様なんでね、今回渡辺真由で M1& ウォーファイターで頑張ってみたいと思います。こっち難しいんだね、これね。はい、頑張るぞ。まだ6発あるでしょ、これ。おお、すごい。結構あのボットさん、結構あのリーサルとか結構使ってくるんで、ね、リロードできないんで、これあの前段使い切らないとリロードできないんでね、あの BO3 の MX ガーランドと同じ仕様になってるんで、これで初3発あるんで、よし、スカラブドロップパッケージ、あと1キルで、スカラブまで、ちょっと厄介だな、これ。あと1キルでバルチャーだったと思うんだけど、スカラブで、ドロップパッケージ、あ、またスカラブか。ボーデンとかあんまり出ないんだよな、めったに出ないんだよ。ちょっとスカラブオンラインして、とりあえず今10キルでしょ、10キル、危ない。ちょっといろいろ行ってみますか。
これはどうなってんだこれ。このマップ難しい。結構なショットガン使ってるボスも結構多いな。接戦だな結構な。石クローが溜まったんで。このマップも難しいねかなり。よしよし、無双してるぞこれ。ドロパッケージやって、あー失敗したな。またこれスカラブかい。もっと違うのやつ出てくれよ。なんじゃ今の。やっぱ難しいなこの武器。あんま使う人いないでしょこれ。面白いんだよでもこの武器。難しいから面白いんだよこれ。これ上級者向けの武器なんでこれね、完全に。ね、これがあるからちょっと。フラッシュよく使うな。そんなに余裕ないね。なんかちょっと接戦っていうことは。よしよしね、これリロードできないんでちょっと。ね、これがあるからちょっとこれ。あと1キル。よっしゃ。またフラッシュかい。これファイナルキルの時やめてほしいな、これ。ね、これ、ちょっとやめてほしいよ、これ。サムネイル撮るとき、これ、ちょっと困るんだよ、これ。今日結構撮っててね。実況久しぶりに。あのケンダル44のエピカーテルエピックの解説&プレイ実況動画、ボット相手のプレイ実況動画と、これ4試合ね、それも。だと先ほどあのプレステージ6突入&AQ&トークンもつのプレイ実況動画も撮って、で今これ撮ってるんだけどね。でその後にあの追跡までダブルキーだったんで、で610キーぐらい溜まってるんで、あのレアドロップオープンのプレイ実況動画も撮ろうと思ってるんでね、その後に。今回の成績30キル13です。プラス17の比率 2.31、 ストリーク5でスコア30でした。でちょっとこれエンブレムもちょっと変えないといけないんで面倒くさいけどね。あ、そっか。エクストラで、あ、ちゃうか。呼吸症候のやつをちょっと、今回は、組み合わせていこうかなって思ってます。これ欲しいんだけど、全然出ないね。今回出てほしいな。どれ、レーダー行ってみろ。レーダーもよく組み合わせるんだ。あ、これ行くか。で、エンブレムも、どうしよう。
これいくか。ちょっと選んでみよう、せっかくなんで。あ、これいいな。あ、これ後でやろうか。どうしよう、宇宙の結婚式っていうのをちょっと。でカスタムゲームでしょ。でプラス作成、コンバットリーグ、ウォーファイター終わったんです。今度シナプス行ってみようか。でシナプスのペイロードリワイド、リワインド、少し前の位置に戻り体力と弾薬が回復する。でトレイト、コンバットバースト、キルごとに移動スピードが一時的に上昇する。で今度迷彩ちょっとつけていくか。これゴールドネオンタイガーっていうのやってみようか。でアクセサリーもちょっとどれにしようか。これいってみる。でサイトもちょっと変えようかな。引き続きこれでやっていくか。アタッチメントはそのままでいいかな、これとりあえず。うん、FMJ 外して、あ、そっか、今はいいか、これでこれで。でマップの方をどうしようかな。ルネサンス終わったんで、で次どうしようかな。あ、さっきウォーファイター使ったんだよね、うん、でターミナル、誰にすっかな今度。マップをね、ルネサンス、今回はねルネサンス、ドミニオン、ルネサンス今取ったでしょ、ドミニオン、ジェネシスも絶対入れたいんでね。ジェネシス、ターミナル、ジェネシスでちょっとやってみようか。ちょっと待ってよ、今回ねウォーファイター、シナプス、 FTL、 シナプスでいくか、ストライカーでいこうかなと思ってるんで、FTL でやってみるかな、とりあえず。いいか、これで。シナプスで。で、マップを、ターミナルでやってみるか。これで。ターミナルも面白いんでね。アサルトライフルだったら、スナイパーライフルだったら、やっぱりターミナルが言いやすいと思うんでね。今回フリーフォールでマップはターミナルになります。今回も引き続き渡辺真由で M&シナプスで頑張ってみたいと思います。フリーフォール、はい、頑張るぞ。1位をやっぱり取りたいね。ターミナル少し時間かかるのね、広いんで。よし、はい、いた。あら、ダメだ。ちょっと、スコアストリークちょっと貯めないと。ああ、これか、厄介だこれ結構強力なんだあれ。リワインド、ちょっと戻ろうか。あらら、このマップやっぱやりづらいな、広いんで。
あ、ドロップパッケージが溜まった。了解。ドロップパッケージを統括点に送る。スカラボオンライン。あ、これいるわ。入んないか。入る。よしよし。またスクラブか、これ。スクラブ、使用可能。スクラブオンライン。もっといいやつ、ちょっと、出てほしいんだけど。入る。ちょっとリワインド。ね、こうやって。使用可能。ちょっとスクラブ。いやー、ちまったか。ドローンパッケージ。ドローンパッケージ。よし、バルチャーまで出たぞ。あ、ボンバードメント。バルチャー、バルチャーオフラインでまた出していくか。何が出るかな、これ。ちょっと今ちょっとキルやらない方がいい。ちょっとドローンパッケージの中身がちょっと、あ、今、あ、またバルチャーか。ちょっと遠くにリスポンされるね、これ。ちょっと遊んでみよう。かなり遠いよ、これ。うん。結構広くてめんどくさいね、ここね。ほんと。あ、取られてんの、これ。これ、ボットも取るんだ、これ。ドローンパッケージ。わからんかった。取らないと思ってさ。取るのがただ遅いだけか、これ。ね、俺のバルチャー取ってんだ、あれ。あ、でも。26キロまでやってんだ、これ。結構。よっしゃ。面白いね、でもね、このターミナルね。挑発は何だったこれ。あ、これか。これ最近レイスの報酬で獲得したやつね、これ。今回の成績はね、30キロ13です。プラス17の比率 2.31、ストリーク5、スコア30でした。ちょっと、コーリングカード、チェンジしたいんで、あ、これじゃないな。めんどくさいんだけどね。エキストラ。ちょっと、どうしよう。呼吸症候のやつ、ちょっと見てみようか。結構増えてるんだよね、これね。これとかも欲しいんだけどね、これね。こういうのとか。これも欲しいね。エウロパ。月をちょっと行ってみる、これ。エンブレム。エンブレムを、これ言ってみるか。
で戻ってカスタムゲームクラス作成、あシナプスを変えるんだよな今度。ウォーファイターシナプス FTL で FTL 次ペイロードはねこれあの FTL ジャンプ超高速のスピードで短い距離を前方に移動する、うん、これ強いんでねこれこれでフリーフォールでもよくこれ使って1になってるんで。パーセプション視界の外にいる敵に狙われてる時 HUD にイエローのパルスが表示されるんでこれも有利なんでこれで今度再あ待って迷彩の方変えようねかな迷彩の方ちょっと変えてどうしよう迷彩も増えてきてるんでこれあこれ綺麗だなこれにしようかあでもどうしよう動くやつに変えたいなできたらでよこれ使ってあアクセサリーもね、うん、最近追加されてるんでターボでサイトも VMC にしてみるかでこれでアタッチメントはそのままでやって最後に変えていくかでこれでゲーム設定最初にやったのがルネッサンスでしょで今ターミナルどれだこれターミナル今やったでしょであと2試合なんでうん今次ジェネシスでちょっとやってみようかこれでうん、今回はフリーフォールでマップはジェネシスになりますこれで渡辺優で M&FTL で頑張ってみたいと思いますフリーフォール結構カウントダウンが短いねこれはいはい、頑張るぞね、これフリーでしょ、これうん、これ連戦には向かない、全く全然、ダメリロードが、弾数も少ないし拡張マガジンつけてもね12発しかないんでかなり厳しい武器だよこれで FTL ジャンプ使えるなこれまたここで持ってるのこれこの前ここで持ってたんだよこれアバブよしよしちょっとあららちょっとよし急降下 FTL ジャンプこれ何バルチャーバルチャーおい買ってますけどこの武器ちょっと使う人いねえよこれうんあまりおもしろいんだけどこうやって距離を詰めたい時とかちょっとスクラブあ
はあ、死んだのか俺。それ なんドローンパッケージの中身がちょっと、ああ、スカラブか。あ、死んでなかったんだ、まだ。何キロで今。この武器ちょっとダメだ、これ。難しすぎる、これ。強いんだけどね。面白い武器であるんだけど。ちょっと FTL ジャンプでちょっと決めたいね、最後は。結構癖になる武器であるのね、これね。FTL ジャンプからの最後ファイナルキルで。ピンポイント攻撃ね。エイペックスで。今回の成績は30キル10です。プラス10の比率 3.00、ストリーク5、スコア30でした。ちょっとまた、補給し、あ、これじゃないな。エンブレ、コーリングカードは、最後はエクストラってちょっとやってみるか、これ。どうしよう。世界を喰らうもの。エンブレム。あ、そっかそっか。補給証拠のあれつやろ。この女の。で、カスタム、最後はね、ちょっとトイレ。で、最後のマップなんだけど、どうしよう。このマップでやりたいんだけどね、こっちと広いからちょっとあまり好きじゃないんだよな、ここ。スローバック言ってみるか。最後は。このマップも面白いんだよね。フロストでもよかったんだけどね。今回フリーフォールでマップはスローバックになります。で、今回もね、これ、渡辺麻友で M1 とストライカーで頑張ってみたいと思います。結構カウントダウン短いね、ボットの場合ね。はい、頑張ると。あらら、いきなりやられちゃった、これ。あらら。この武器やっぱダメだわ、これ。うん。難しすぎる。あら、負けてるよこれ。ちょっとラッシュかけなきゃいかんのこれ。あ、ダメだこの武器。うん、リロードができないからな。使う人あんまいないでしょこれ。ちょっと負けてますねこれ。ちょっとスコアストリークもつなげないとやっぱりね。スコストがたまらんぞこれ。面白いよ、でもね、この武器。無駄打ちしなきゃ、結構、打ち勝てるんでね、これね。もう残弾が少ない場合はね、もう、
打った方が。よし、だんだん追いついてきてるんだけど、ちょっとこの上で狙ってやろうか。遠距離武器はやっぱりこの方が強いんで、あとここも強いんで結構。よしね、これだからダメなんだよ、これ。どこがいいのかな、これ。よし、ダメだこれ。ここに置いときゃ2位に上手できるからな。ちょっとバルチャーまでつなげたいな、これ。あ、バルチャーつながった。ちょっとケアパケ、あら、コマのね、逆転には成功するんだけど、カウンター UV かな今の。結構広いんでね、ここ。あ、取られてるな、これ。カウント呼びかな、今の。なんだ。ちょっと、逃げた方がいい。ね、こうやらないといけないんで、これ。あ、UAV だったんだ。あと5キルなんですよね。あ、そっか、まだ7発ぐらい残ってた。マイクロターレットオンライン、マイクロターレットでファイナルキルじゃないか、これ。おお、やりました。これ使えるんだね、本当に。プレステージ6の AK&6 トークン、これやりたかったんだけどね。ラックナインちょっと解除したんだけど、次プレステージならマイクロタレット解除すると思う。よっしゃ、今回の成績はね、30キル12です、プラス18の比率 2.50、 ストリークが8で、スコア30でした。強いんだけどね、難しい。拡張マガジン組み合わせてるんだけど、それでも12発までしか増えないんで、でさらにリロード不可なんで、前段使い切らないと、前段を打たないとリロードできないっていう風になってんでね、面白い、結構癖になる武器だと思うんでね。これもあの今回タイボットでやったんだけど、あのタイ人間でのプレイ実況動画も上げていくんでね、こうご期待ください。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、 M1 を使用して、あ、今回クラシック武器のね、 M1 でボット相手に対戦してみたのプレイ実況をやっていきました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。